清原誠公は、平安時代後期の武将。欧州の皇族、清原武貞の子。清原家平のイボ兄、藤原清平のままに、延休年間に行われた延休映像合戦などで、活躍し、陳不将軍中ご意志たであったとの資料がある。清原忠志公と同一人物とする説がある。武貞の死後清原氏を継ぎ、出羽国の国士であった、平氏の一門。 平安中の次男と言われる、成功を養子に迎えた。その成功に、現氏統領である、源頼近の娘を嫁がせることで、清原氏の価格を高めようとしたとも考えられている。しかし、こうした一連の政略結婚政策を遂行する、中で統領としての権力を強化し、一族の下人化を進めたため、叔父吉彦秀武や弟、家平、 清平の離反を招いた。これが1083年に始まるあと3年の役の背景である。後3年の役の発端は、成功の婚礼のために、出羽より道の国参上した秀武が、祝いの品である砂金を頭上に掲げて控えていたにも、かかわらず、奈良坊主との囲碁に夢中になっていた魔法が、それを忘れて、長時間待たせてしまったことにある。 屈辱を受けた秀武は大いに怒り、砂金をぶちまけて、出羽に、無断で帰ってしまった。これに怒った真公は直ちに、秀武討伐の軍を起こして、出羽に向かったが、秀武は自らと同じく日頃から、真公に不満を持っていた真公の異母帝の家平と、義帝の清平に挙兵を流して、真公の背後をつかせようとした。家平、清平は兵を挙げて、 マコの館に迫ったが、それを知ったマコが軍を返して、家平清平を討とうとすると、彼らは本拠に退いた。その年の秋に、新たなム妻守るとして、成光の妻の兄である玄義家が下ってくると、マコは義家に対して三日クリアと呼ばれる三日間に、渡る艦隊を国府で行った後、秀武を討つために再び出はに出陣した。家平と清平は、 魔皇の不在を後期と見て再び魔皇の本拠地を攻撃したが、留守を守る信仰法が奮戦し、さらに吉家が信仰側に加勢したため、家平、清平は惨敗を喫して、吉家に降伏する。だが、信仰自身は、出羽の行軍の途中に病で休止した。魔皇の医療は、義家の裁定により、家平と清平に分割相続されるが、 今度は、両者が争い始め、ご三年の役は、第二段階に移ることになる。ありがとうございます。